あなたたちが持ちこたえて元凶。体は大丈夫？大丈夫。ひどい戦場に駆けつけるのが正直。自分たちさ、おしゃべりはここまでに。あなたたちが持ち元凶。将軍。あたしを攻め、でも最初戦場にか正直さ。実に印象的な一撃だった。昔700年以上が経ち、あがくのはやめなさい、フーレ。確かに。いつも通り、戦績が良ければご褒美がありますよ。俺に開拓の力とやろう。ずっと楽しみにしていた狩猟の子も破滅への道か。だが、ナフも道連れだ。俺の胸にある暁が血の雨を降らせるだろう。全ての孤族を記憶の中で狂わせ、殺戮への渇望に落としてやる。さあどうする。あれは堀の選手の心臓、樹下の後の産物よ。後のことはあなたたちに任せる。将軍、それってあれを拡散させるわけにはいかない。私が暁を飲み込む。状況が変わったら元凶、運気軍の軍機を実行して。わかるわよね。にはいかない。将軍、私たちを敵だと思ってるの？グーレーの奴、命を懸けて将軍を罠にはめたんだ。目を覚まして、将軍！エースは本質は同じ。命の花びら、いずれ風に吹き落とされる。せめてさあ、存分に味わえ。蛍は全てが燃え尽きるまで燃やし尽く。エモノブゼ、お仕置きされたいの？まだ。エモノブゼ、うん、私は生きるために。スタンバイ、アドリブで。彼女を行かせちゃダメ。でもうちらの力じゃ。あとのことは
れたんだ。将軍の期待に応えないと。やめろ。必ずあなたを治してみせます。永遠に生きられる人なんていないわ。ここは教皇か、それとも元気。運気軍の軍旗を実行して。わかるわよ。彼女を行かせちゃダメ。目を覚ませ将軍。貴様は決まって困難な戦いに、今のようにいつも逃げることを知らない。おかしいと思わないか。フーレイ、この怒り懐かしそうだろう。まさか、どうしてあなた